タラーン軍は、台南部、プーケット県にある軍の一つ。タラーンは、プーケットのマレー語における旧称、単純サランを短縮したものである。この名称は現在でも一部で、プーケットの愛称として使われることもある。タラーンはもともと、プーケット島における、中心地であった。また、1875年から1876年に、 起こった、ビルマの信仰で活躍した、ターオテープカサットリーとターオシースントーンの出身地であり、軍内には銅像が建てられている。1898年ムアンタラーン軍として、現在の軍が成立した。しかし、ムアンの後が、県庁所在地を連想させることから1938年、タラーン軍に改称された。タラーン軍は、プーケット島の北半分を有する。軍内には、 シリナーとハートマイカーをパープラテオなどの3つの国立公園が位置する。東岸部の島所部では真珠の養殖も行われている。西岸部では主にビーチを利用した観光産業。東岸部の島所部では真珠などの養殖も盛ん。またテープカサットリー橋とサーラシン橋でパンガー県と結ばれており、またプーケット国際空港などもありプーケット島の交通の中心でもある。 タラン軍は6のタムボーンに分かれ、その階に46の村がある。群内には自治体が設置されており、以下のようになっている。ありがとうございます。